はいどうも、妖怪三国志じゃないや、妖怪ウォッチプニプニやっていきます。あと3日だね。おお、持ってマクールか。2それじゃあ行きましょう。もうね、ナルシスにする。ナルシスが一番やりやすい、ね、はい、それではね、第5回争奪戦、隠しステージとかも解放しながら完全クリアを目指していきましょう。今回最後の負けは、おお、必殺の G 秘伝書いいじゃん。なんかね、クリスタルイケメン犬につけた方がいいよっていうコメントをね、何個かいただくんですけど、いいね、やっと G が使えるね。さあ19ですね、ステージ19。メンバーはクリスタルヤマタンではなくヤマタンを使っていきます。ジガ G さん、ここは19は何体だよ、3体か。やっていきましょう。ほんとね、このリンネがね、ダメージを受けるとデカプニ、デカプニじゃない、技ゲージが上がるっていうね。これ最高だね、これ。さあここでヤマタンを使いましょう。こう来たか。よいしょ、よいしょ、とっと、でっけえのできたな。ごわん、永遠に苦しみなさい。さあリングを使って、でメンテン、でメンテンデカップにいいよ、ね、そしてフィニッシュと。はい、ステージ19クリアしました。やっぱクリスタルイケメン犬いいわ、いいね、これが今ね、ちょうど前回ラストチャンスガシャでね、サブアカもクリスタルヤマタンゲットできたんでね。はい、隠しルート解放、妖怪プニオサイズ21以上達成、隠されたルートが解放されました。ということで、いつものね、もう最後お別れが寂しいぜ。レイ夫人、いい夫人行っていきましょう。そうだね、これかな、これ行こう。リーフ人もそうだけど、クリスタルイケメン犬も結構落ちづらくて、もう最近のトレンドになりそうだよね。節約ですよ。なんか難易度を下げてね、ドロップそんなに難しくなくして、だけどドロップ率悪くして、まあみんな頑張れやっていうか、そんな傾向に感じられる。これだけか。さあフィニッシュ。紫コインゲット、コインがね集まってきますね。さあ今回はね、ナルシス2世にして、前回モテマクールだったからね、モテマクールが多分一番人気がないのかなっていうところ、だから最後順位上位狙いたい人はモテマクール選ぶのがいいのかなって思いますね。そしたらこっちか、
さあ、イケメン犬。じゃこれ戻そうと。まあね、リンネいると楽ちんなんだよね。だからリンネが好き。ゴコロチェがね、いたらいいんだけど。今回、極武士ニャンが復刻したんで、どこにいくつだろう。極オロチもね、ああいう、なんていうの、1.2% とか、そういう、前回のね、去年のあのやつって、0.3% とかだったじゃないですか、極オロチの復刻。あんなのね、なんていうの、200連しても当たんないような人、方だったね、いたけど、あれは無理だっていうか、だから今回の極武士ニャンみたいな、復刻を、希望したいですね。それならね、嬉しいんだけどね。永遠に苦しみなさい。はい、じゃあ復讐。これで5つ星コインゲット。まあね、ボスはね5つ星コインゲットできるんで、まあ今回5つ星コインたくさん貯まりましたね。まあ大体順位もね、あとちょっとで100連できる。さあ、いつもの各種ルート解放、ステージ24をクリア。隠されたルートが解放です。ということで、横取りは、おお、不思議ニョロロンか。これ後で使うんだよな。そうだから、ジャガマル使うから、でもあれだっけ、使うね、ヤマちゃん。これだと76分か、あんまり早くねえな。種族効果、虫パターンね。さあ、じゃあクリスタルイケメン犬ね、これをやっていきましょう。かなりドロップしない妖怪だよね。そしたらもういっちゃいましょう。もうバキバキですよ、いつも。あれどれだっけ、これだ、この反則パターン。さあ行きましょう。中華、まあ落ちない。前回のつくよみも思ったけど、まあ落ちないね、最近の傾向は。よいしょ、どうしちゃったのってぐらい落ちないな。これでもオロチアニメで出てくるんだよな。ちょっとオロチの登場はアニメ楽しみだな。シャドウサイドバージョンもね、オロチもね出てほしいね。よいしょ、キュッピーからやった。ワサレベルいっちゃったやっぱ弱い。これでギリギリ倒せる。やっぱワサレベルはそうだな、 5?5 あればワンパンできるのかな。1だとね、5万なんだよね。ミニ必殺の秘伝書、まあ技レベル4あれば、まあ8万ぐらい削れるのかな、フィーバー中ならね。だクリスタルヤマタンいれば、まあサブアカとかでも倒せるよね。攻め込んできたよ。
はい、じゃあこれで今回隠しステージとかは全部やりましたね。はい、じゃあ第5回もね、最後ね、ラストスパートでワイポイントを稼いでね、次回のイベントがそろそろね上がってくると思うので、また楽しみに待ちたいと思います。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。今回は隠しステージ開放第5回やってみました。はい、それではまたね、次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。